おはようございます。ラスカルでございます。絶賛風邪引き中でございます。いや、めっちゃ鼻声ごめん、聞こえにくいからもうちょっと今日の企画はね、まあ僕昔から食い意地が張ってまして、駄菓子がもうめちゃめちゃ大好きだったんですよ。やっぱり子供の頃の夢ってあの駄菓子をお腹いっぱい食べたいとか、大きいものを食べたいとかっていう希望があって、まあちょっとね、今回はジムスさんの方にどこかそういった企画できないかとお話ししたところですね、なんと共振聖画さんから OK をいただきました。といっても皆さん駄菓子は食べると思うんですけど、お菓子会社さんの名前とかだとちょっとピンとこない方がいらっしゃると思うんで、こちらこれね、みんな見たことあると思うんだけど、さくらんぼ餅、駄菓子屋さんで昔あったと思うんだけど、こちらのお菓子を作っている製菓会社さんでして、これのねまあだいたい1個ね、こんな一口サイズになってて食べやすいやつなんですけど、今回ねすごいのをいただきました。それがこちらでございます。うわー、しゃーだ、あーでかい。これちょっとね、袋に入っててまだ見えないんだけど、ちょっと開けてみようか。これやべー、これ超ね巨大サイズのものを作っていただきました。一個これよ、これ、この差すごくない？一応ね、1枚が約 760g ぐらいあるみたいで、このね、1枚だけで、これ約1072粒分の超巨大サイズになるみたいです。でね、共振聖画さん、さくらんぼ餅だけじゃなくて、いろんなお餅のお菓子を作っていて、これが、さくらんぼ、青りんご、ソーダ、みかん、ぶどうだね。これの5種類を作っていただきました。僕の夢を叶えるために、早速食べていこうと思います。いただきます。まあ、とりあえずさ、普通のサイズから食うべきだよね。普通はこれこうしてね、爪楊枝が入ってて一個ずつさ食うやつ。あ、うまい、懐かしい。うん、じゃあちょっと僕の夢を叶えるべくいただいていきたいと思います。でけうん、やっぱめちゃめちゃ幸せかもうまっ、うん、うん、これはなんか夢かなったわ。うん、うん、また味も懐かしいな、うまい。うん、いや、まさかちょっとこんな日が来るなんて。うわ、すげえ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 。ふう、いや、でもこの餅久々に食ったな。うん、こんなうまかったっけ。うん、うん、そしたらとりあえずこんなにいただいたんで、ちょっと別の味も。これね、青りんごでございます。うん、あ、懐かしい。やっぱりさくらんぼに比べてちょっとね、爽やかな風味が加わってんだよね。確かに青りんご、うん、うまっ。今回はね、夢を叶えるためのものなんで、苦しくならないようにね、ちょっと食べるところだけ切りながら食ってこう。続いて、いやー、真っ青すごい、チョコいただいていくわ。あ、うん、うん、めちゃめちゃサイダー。これ炭酸はもちろん入ってないけどさ、ちょっとしたシュワッと感がすごいぞこれ。うん、うん、うん、うまっ。続いてこちら、みかんでございます。みかん、あ、うまい、みかんだ。うん、
すごいみかん、柑橘系の爽やかな香りするこれ。うまみかん初めて食ったかも。これ最後か、最後多分ぶどう味だね。あ、もうすごい匂いがする。うわ、早速いただきます。ぶどう、うまっ。すごいな、ぶどう、もうぶどう。今回別に大食い動画じゃないからさ、これ紹介したら終わろうかなと思ったんだけど、ちょっとうまいからもうちょっとこう、やっぱ100グラムうまいな。ちなみにこれが1枚で1072粒分あるんで、この12個入りのパックに換算すると89個分あるんですよね。半端じゃない量だな、私こうそう考えると。いやでもさ、昔はさ、お小遣い小学校の頃とか何十円とか100円とかもらってさ、駄菓子屋に行ってたけど、まさかね、あの駄菓子をこんなに好きなだけ食える時が来るとは思わなかったよね。さくらんぼ餅最後の一切れって言っても、多分普通の粒で言ったら何十粒分もあるんだと思うんだけど、いただきます。うわー、うまかったー。よし、ごちそうさまでした。と、超超巨大サイズのさくらんぼ餅食べ終わりました。まあ、大人になってからは昔に比べると駄菓子とか食べる機会が減っちゃってたんですけど、いやー、いい経験をさせていただきました。まあね、これ駄菓子なんである程度保存は効くと思うんで、他のね、この4種類は楽しみながら保存をしていただいていきたいと思います。まだ、この他にもね、これ見て、もうめちゃくちゃたくさんいただいたの。共振生画さんから、こちらもね、ゆっくりいただいていこうかと思っております。ぜひね、皆さんも大人になってから駄菓子食ってないなって方がいらっしゃったら、ちょっとね、改めて食べてみてください。いや、今日は大変いい一日でした。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。